先生です。シグナルですね、うまく良いシグナルの用意できました。今週月曜日の頭で、間違った。コーヒーが入ってるとこにウーロン茶入れちゃった。開いた、もっとだったね、しょうがない。でこのように良いシグナル2つできました。勝率が73、76ですね。今日は1勝ですね。最初の一番勝ちました。23,632円で試験投資で1000円でやっています。ね。それで、これだけ見てね。こういうシグナルですね。こう出て勝ったと。で、7日間で分析してますね。で、シグナル出てから13本目で判定と分析はそうやってます。こうですね。ここにはシグナル出たんですね。ここには出てきに、これは、やってないとですね。こういうシグナルですね。ここはね、休みの時にたくさん連打されます。4時から9時までですね。これも4時から9時までだから、ちょっと出てこうあるわけですね。ね。意味ないですね。評価勝率 73%、 大体 73% ぐらいでね、実際に今後は 73% ぐらいだろうと予想してます。で、実質はね、この分析では 84.6% ってなってます。平均利益ピップスは 40.9 ピップスです。これはユーロ GBP ですね。今、シグナルが出たらライブ投資またいたします。1000円ですね。まだね、怖いんで、少額投資ですね。先週は10勝5敗でした。私は2016年ゼロトレーダーバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました。半間雄先生。世界バイナリーオプションスペシャリスト社です。それで、昨日はね、チェスの大会を見てました。私もね、名人持ってるんで、テレビを見てました。別にね、バイナリーオプションと違う、別に名人持ってますのでね。で、これはね、GBP JPY、 勝率 73%、 チェスじゃなくて将棋ですね、73.0%、実数平均ピップス 63.0。 僕はね、6歳の時に松下労働組合、松下電機のパナソニックの正社員だった時に、1年半ほどいましたけども、パナソニック松下労働組合の将棋の名人とっています。その他学生中ね、日本職連盟厚木支部にて19歳の時に、県の大会で、
勝負名人も取ってます。それから東京大学の将棋部のキャプテンもやったことあります。一時だけ、ね、東大の将棋部のキャプテンやってます。あんま言わせんすよね。それで GBTJPI ですね、こうですね。で 76.4%、 58.4 ピープするんですね。これ32個、結構多いですね。これ取引数多いんですね。これちょっと動かないですね、見れないですね。それでこのシグナル待ちですね、左のパソコンでもう表示されてまして、すぐ投資できるようになっています。ライブ投資なんで全部手入力を最終的にしないといけないんで、めんどくさいですね。しょうがないですけどね。自動売買はできますけれども、デモだけでやってますね。デモだけです。ライブ投資では禁止になってるんですね。そんなことでね、他は出てないんだけど、3つ出れば十分だけど、32個と13個と13個で 80% 以上ですからね、実数勝率はね。で実際稼げるのは 73%、 76.4% だろうと言われてます。これもね、32個もあるんで、通常こんぐらいなんです73ぐらいのパーセントなんですけども、再現性があるということでね、評価が 3% 上がってますね、ぐらい上がってますよ。 76.4% ってなってますね。再現性が多くね、シグナルが出てるんで、上を見るとね、これは13でしょ、13個でしょ、ね、ということですね。これで早く1万円以上で投資したいな。今は 23,632 円ですね。まあ今年いっぱいはまだ最後の方で2000円ぐらいになっていくのかな、ね、一回負けてから2000円でいこうという感じでしょうね。1連敗か2連敗して、その時に2個ずつ投資しましょう。ずっと2個ですね。また3個4個って上げてくる。